クモノスは、イギリスの女性推理小説作家、アガサ・クリスティの儀曲、オリジナルのコミカルな推理劇である。1954年に発表され、上演回数774回のロングランを記録した。なお、題名は、ウォルター・スコットの詩、マーミアンの一節から取られており、作中で登場人物の一人がこの詩を引用するシーンがある。クラリサは、 外交官の夫ヘンリーと夫と前妻ミランダとの間にできた娘、ピパを引き取って、ケント州のコップルストーン邸で平穏に暮らしていた。ある日の夕方、クラリサは来客の一人と雑談中に、もしもある朝書斎で死体を見つけたら自分はどうするだろうかという空想ゲームについて話す。その後、ミランダの再婚相手のオリバーが自宅に立ち寄る。 そしてクラリサは帰ったはずのオリバーの死体を見つけることとなる字は現代季節は3月。ケント州コップルストーン邸の客間を舞台とする三幕構成。日本語翻訳版のミキサイクリスティの本名アガサメアリクラリサミラーの一部を取って名付けられた。ロバート・ブラウニングの詩ピッパガトーが通るから名付けられた。ありがとうございます。